受験生のメンタルを全回復する二人組。ツイッターで受験生向けのメッセージを更新、中学生向けの本も出しているよ。カサニマロ。どうも、カサニマロ理系担当弁当と。どうも、草野文系担当吹野党です。ということで、これ、テイク2。なんてやねん。この動画で。なんでやねん。これ結構3分間、ブワーって上舌に結構いい感じにちょっと、うちもそこそこ挟めて喋れたわー思った。なんでテイク2やねん。撮れてませんでした。撮れてませんでした。ちょっとね、ちょっと踊ってね、なんかね、YMCA やんとかいうね、しょうもないくだりもしたのに。録画ボタンを押していませんでした。録画ボタン押してます。初歩的なミス。100% 俺が悪い。ちなみに。誰のせいでもない。もう外的要因ゼロ。100% 吹野党が悪い。これでも5、6年 YouTuber をやってるんです。はい。落ちる A 判定の特徴を教えるでっていう、勝つ！まあ、ただ、ちょっと言ってくけども、はい、A 判定って普通にしたら受かります。普通にしたら受かる。はい、まあ、吹野党は逆に落ちた A 判定なんですけども、まあ、10人おったら、まあ、A 判定って 80% 以上って言われてるんですね、合格率。なので、まあ、実際に8割から9割ぐらいの受験生は A 判定だったら受かります。ただ、そこで1割、2割にならないように、こういうとこ気をつけてねって話をね、今日はしていきます。吹野党は今日紹介する5ポイント紹介するんですけども、そこで結構当てはまっていたんですね。危険フラグが。今日危険フラグを紹介するんですけども、これ当てはまったので、ダメやったっていうのは実際あったりするんで、実際そこに、ね、当てはまらないように、しっかりね、みんな対策をして、勉強してほしいなというふうに思います。じゃあね、大前提からね、いっちゃいましょう。大前提ね、みんなね、C 判定なんですよ。A 判定、ちなみにみんなめっちゃ油断しています。多分もう油断、俺油断してん、私油断してんって人、めっちゃ油断してます。多分やけど。なので、趣味の C 判定、もう C こっちかもしれん。このくだりもやった。もうこのくだりもやった。虚無の空間に向かってね、カメラ回ってなかったから、一人でただ踊ってるだけ。ちょっとどっちかなとか言って。ってことで、みんな C 判定なんですよ。で、B 判定も、まあ、ちょっと油断してます。なので、C 判定ね。C 判定はもうその名の通り C 判定なんですよ。で、はい、D 判定、まあまあ頑張ります。C 判定なんですよ。で、E 判定、めっちゃ頑張ります。E 判定か逆転語学ってみんな結構狙ってるんで、C 判定なるんですよ。C 判定なんですよ。なので、みんな結局、もう C 判定やねんから油断なんかすんなよっていうこと。みんな C 判定やねんで。A 判定って数字上では出てるけども、みんな C 判定やねん。油断できひんやん。っていう話に、ね、なってきます。まあ、特に、さっきまあ E 判定っていう話だけど、結構個人的に怖いのは、D 判定の人受かりがちっていうの実際にあって、まあ、昨日等の学部の友達なんか結構 D 判定から受かったって人多いんですけども、異常に自信が強い人とか、結構 D 判定やけど特攻してきたりするんですね。あとシンプルに D 判定やからって言って、もうめっちゃガシガシってもう登ってくるんですよ。もう C 判定目に見えてるやんけって登ってくるんで、めっちゃ頑張るんですよ。だからこそみんな結局 C 判定なんだよっていうお話です。で、じゃあどういう風にしたらちゃんと A 判定は何の通り A 判定になれるのかって話はね、弁当くんね、まずお願いします。はい。じゃあまあ今日ね、5ポイント紹介していくので、まず一つ目、勉強時間が減っている人、これは落ちる A 判定の特徴に当てはまっています。勉強時間は共通テスト前と同水準のね、勉強時間を取ってくださいと。もうやることないですよとかね、もう合格平均で乗ってますよっていう方も、もう1日何時間やるっていう風なのを決めてやって、しっかりその勉強時間はこなしてくださいよと。タスクも決めて、勉強時間も決めて、まあある程度の質と量が、確保できるようにしてくださいねと。じゃないと、この、下がっていくケースがあるんですよね。このなんか、もう、なまっていっちゃうケースがあるんで、現段階として、合格最低点とか合格平均点が取れていたとしても、ちょっと足元すくわれてしまうっていう可能性がありますよ。あと、倍率がこう変動して、合格平均点が上がってしまうケースもあるんで、確実に受かるっていうのをね、しっかりこう取りに行かないといけないので、しっかり勉強時間は、1、2時間減るのはまあ、正直いいかなと、A 判定出てるんで。なんですけど、この同水準でね、行きましょうということがまず一つ目になります。で、二つ目行きましょう。勉強実際にじゃあこの最低時間、例えば1日最低5時間勉強してみたいな、その定量的な数字あったりするの？なるほど。まあ8って言っとこうかな。8。8は案外、おー、多いね。うん。8は結構楽やと思う。朝早起きさえしちゃって、あ、このスタートさえ早ければ8は結構簡単。一応この理由としては、結局だから8時、まあ7時に起きるでしょ。まあ8時でいいわ。8時に起きるでしょ。遅いけど。8時半から勉強始めるでしょ。で、3時間半でしょ。昼1時間休憩するでしょ。で、あと4時間半だけだから、5時半に勉強終えられるのか。なんか結構短いので、うん、そんぐらいは最低。まあそうだね。まあ社会人になったらみんな、まあ少なくともまあ普通にね、吹野党も社会人してますけど、まあ8時間はね、少なくとも働くんで、まあそれぐらいは勉強してくださいねって話ですね。あとちょっとやしね、はい、もう受験前ね。うん。でまあ実際2番じゃ吹野党から行くと、まあ特に苦手科目の勉強時間少ない人、これ注意してくださいねって話になってきます。まあ吹野党は実際に数学本番1割しかなかったんですよ。なんでかって言ったら数学苦手なんですよね、もともと。センターでも数学はもう7割ぐらいしかないぐらい苦手やったんですよ。まあ結構もうトップの大学行ったんでね。で、まあセンター7割、数学
枠はね、っていうのはかなり低かったんですけども、まあセンター A 判定やしいけるやろうと思って油断してたら、やっぱり本番で1割しか取れなかったっていうのもあったりします。もちろんか問題の相性とかもあったりするんですけども、やっぱりね苦手科目はしっかり向き合って一番勉強時間を使う。もちろん配点、傾斜配点とはもちろん話はしないといけないですけども、結局傾斜配点が大きいかける苦手な部分っていうのはやっぱ一番時間を取ってね勉強する。これがやっぱ受験のセオリーなんでね、苦手科目逃げてないですか、 A 判定やからって逃げてないですかっていうのでね、しっかりね苦手科目を勉強するようにしてください。はい、じゃあ3番もね吹きのとう君からお願いします。はい、3番ね添削をしてもらっていないです。まあ、結構吹きのとう添削毎回してもらってねって言いますけども、特にね国語と英語、ここはねやっぱ自分の癖であったりとか、自分が正解と思っても不正解のこと全然あったりするんで、これ不正解なんですかっていうの実際吹きのとうもあったんで、ね、添削してもらって、で、あ、こういうこと書いてないからダメだよって言って、あーって言ってそこで学びになったりするんで、やっぱりしっかり学校の先生とか塾の先生、第三者にね添削をしてもらうっていうのはすごく大事かなというふうにね思ったりします。まあ数学なんかも例えばこういう結構記述式に実験多いと思うんで、添削してもらうっていうのは結構大事かなというふうに思ったりはします。じゃあ丸4つ目、バチ当たりなやつということでまあちょっと半分言いたかっただけなんだけど、バチ当たりなやつっていうのが入ってたらちょっとシュールだったんで半分言いたかっただけなんだけど、はい、まあ何かというと、このなんか人を見下しちゃうこの思想を捨ててくださいねという話で、まあこれはもう精神論なんですけど、そうなんか A 判定で落ちる特徴というよりは、人見下して自分半大目指してますぜ、お前広大目指してるよな、俺の方が上だぜって、お前らまだ高校卒業してないんだから中卒なのにそういうこと言っちゃうんですよ。半大卒業もしてないのに、学歴になってないのに、でそういうことやってで落ちる人っていうのがいるんですね。別にこれはジンクスとかじゃなくて、そんな大口叩いといて落ちたやつって恥ずかしくないかって話なんですよ。いやそうなんで、間違いない。実際に、なんかジンクスっていうか、そういう傾向あるよね、実際に。もう目についてるだけかもしれん。正直これは。まあまあ、それはそれはそうかもしれん。わからん。大口叩いて落ちてるやつ恥ずかしいっていうのが、目についてるだけかもしれないけど、まあ、でもね、人間ってそうなんですよ。見下しちゃう生き物なんで、多分、この動画見てる100人のうちの100人が A 判定で、まあ、この大学目指しててってなったら、誰かは見下してないんですよ。世の中の誰かを見下して、見下しながら自分の自己肯定感保って生きてます。でもそれを、あんま外にこのなんか出さないでねと。それ受け取った側は、わかるんで、不快になりますよというので、このマウントを取るとかそういう癖がもしあるんだったら、ちょっと今から直し始めてくださいねということです。はい。で、5番、自分の正答率を知らない人ということですね。これ結構大事で、まあもう欲を言えば合格平均点と自分の正答率を比較検討しながらやっぱ勉強してってほしいんですよね。で、そしたら、あ、このままだったらこの A 判定出てるけど A 判定とか関係なく受からないなっていうのが分かったりするんですよ。逆に、あ、これちょっと油断しても受かるなっていうケースもあるんですね。ただこの油断しても最悪大丈夫なのか、それとも A 判定が出てるんだけれども、まあ統計って結構ミスることが多いんですね。心理学とかでもそうなんですけれども、先行研究と全く真逆のデータが出たりします。で、これは統計の罠なんですけれども、統計ってそういう風にできてるんですよ。確実なものではないんです。だから A 判定出てるんだけれども、全然なんか、え、合格平均点にもう全然届きませんけど、みたいなケースもごく稀にあったりします。だからこそ、皆さんね、3社ぐらいで判定出してたじゃないですか。で、A 判定、C 判定、E 判定、AS みたいな感じのね、あるんですよ。そういうことがあるんですね、統計っていう風なのは。だから、まずこの正答率っていうのは統計とかじゃなくて確実じゃないですか。確実に何点ぐらいは取れるぞってのって確実なので、なんかちょっと曖昧な統計を信じるよりはこの合格平均点とか自分の正答率っていうのを把握してほしい。だからこそやっぱり添削はしてもらってほしいし、その A 判定っていうのがなんかこう盲信して人を見下したりもしてほしくないし、でそれでしっかりこの自分でこう根拠を持って、あ、この点数が取れるぜっていうのを分かった上で、あ、苦手科目の勉強時間を増やそうとか、あ、トータルで勉強時間増やそうぜっていうのをやってほしいので、結局この自分正答率を知るっていうのが根源となって勉強時間を増やそう、苦手科目の勉強時間をなおさら増やそう、で添削をしてもらおう、人を見下さないでおこうっていうところに繋がっていくんで、自分の正答率はしっかりね把握しながら勉強してってください。今日まあ最初も言ったけども、結局けどあの A 判定やねんからどっしり構えておいたら受かるから、はい、あとまあこの動画を最後まで見てくれるような真面目なみんなっていうのはね、自信持ってね受かるっていう風にね、あの草にまだ言えるんで、みんな自信持ってどっしり構えて最後で受験楽しんでこいってことやね。今日は終わりましょう。まあみんな普通にしてたら受かるねんからな。バイ。Good luck。今までが頑張ってきた時間が宇宙より大きく咲き誇ることを心